大阪のタコもね、2020年、3月2日か。3月2日。今日はアダルトビデオ撮りました。米コミュニケーション、2700円とかな。2780円。現在2時。もうちょっと越しとこう。だからね、今ね、米コミュニケーションで、ね、電話と Wi-Fi、電話とね、テレビとインターネットがセットで8000なんぼですわ。で、Wi-Fi がね、何倍だかな。3000なんぼで12000円ですわ。それで、これなんぼや。アダルトが、まあ、3000として、15000、6000円でみんなつけました。パッ。あとね、わしないのね、生活保護で、なんとかな。スマホがないですわ。これ Wi-Fi 繋がってないからね、これ。違う、電話。スマホは読んだんだけど、パソコン2台だけど、1台もうダメでね、あれ捨てよ。3万で買ったんだけど、いうの。100分で切りますわ。あのね、歌舞伎町の昔のあの、政治家じゃない。なんかっていう人がね、なんと歌舞伎町の人たちとは火で焼き死にました。最後は悲惨ですね。なんぼ金あっても。それは人間によりけりですよ。このメガネいいでしょ。今2時半。変なもん落ちるな。これ水でもね、こうしてて、ポチッと落ちるんだからね、ボスじゃないから。今日は、ほいで今月は食い物もあるしね、ぬくなったしね。これ片付けますわ。で、電話番号ね、1個なくしたらね、最悪かしね、これ電話番号なんか出したんですよ、全部。で、これもね、やっぱね、ちゃんとしとかなあかんな。印刷機買ったんやけどね、このコードがないんですよ、コードが。USB がね。カンプで切ります。今、ガジやな、何人やな、わからんな。これ日本人やな。体は長いだけで、神戸牛食ってない。神戸牛食ったりね、まさか牛食ったら、体変わるんですよ。ほいでね、あるプロレスラーがね、毎月食費ね、わしヤフーニュース毎日見とるから、800万だそうですわ。神戸ステーキを、何、30キロかぐらい食うんだね、1ヶ月、50キロぐらい。それでは体割れしますわ。一回切ります。